このスマ。あ、リンさん、すっごく可愛いです。そう？スカートはあまり履かないから、ちょっとそわそわするかも。でも、メイドの仕事を経験することで、男の人を殴らなくて済むようになれるんでしょうか？メイドは規律を重んじるでしょ？その所作を覚えれば、男性恐怖症も改善するんじゃないかしら。おーい、誰か手が空いてる者はおらんか？早速呼ばれたわね。何があっても主人に手をあげない。メイドの精神を学ぶのよ。はい、頑張ります。この洋服ダンスを倉庫に運んでほしいんだが。これを？さすがに大きすぎて二人で運ぶのはちょっときつい気が。よいしょ。その大きさのダンスを一人で？こういう仕事なら大得意です。その力は確かにいろいろ役に立ちそうね。まあメイドの仕事の大半は紅茶を入れたりとか掃除とかだけど。そっちはあまり自信がないです。タンスを運び終わったら私が教えてあげるわ。ありがとうございます。リンさんは優しいですね。僕と一緒にメイドの仕事までしてくれて。悩んでるシエロを放っておけないからね。と言いつつ半分は私のためでもあるんだけど。私普段は冒険者としてクエストに出ることが多いから、家事とかもできるようになりたいと思ってね。そうだったんですか。ここで働けば家事スキルも向上しそうですよね。僕も男性恐怖症を治せたら誰か素敵な人と出会えるかな。を持ちながらそんな乙女なこと言われても。このスパ